小山,山田誠、小山田誠、小山田慎。1982年3月10日台は、日本のハリウッド俳優、プロデューサー、アントレプレナー、フィランソロピスト、武道家。岡山県岡山市出身。ロサンゼルス在住。出演代表作は、トム・クルーズ主演ハリウッド映画、ラストサムライで純主演、信忠役を演じ、米ディズニー映画、カンフー・プリンセス・ウェンディ・ウーで、 日本人初主演、米テレビドラマ、妖怪キングで主演。高校卒業後の2000年に単身初渡米し、ハリウッドを中心に、各国で本業の俳優やプロデューサーとして、ハリウッド映画、テレビドラマ、ビデオゲーム、アニメ、アメコミなどに出演及び制作。フィランソロピストとして、国際的な社会貢献活動。愛称は、シンさん、米国。 非営利公益法人全米国際姉妹都市協会、理事。米国非営利公益法人米国小山田、国際機構会長。米国非営利公益法人特別大使。ザシンカグループ代表取締役 CEO、京都国際観光大使。岡山国際観光親善大使。公益財団法人、全日本から手動連盟アンバサダー。日本小山田国際機構理事長。 岡山市役所に勤める鹿児島県出身の父親と岡山県出身の母親の長男として岡山市に生まれる。父親のハリウッドや香港アクション映画好きな影響を受けアクション俳優になることに憧れる。岡山市立三門小学校、岡山市立石井中学校、岡山県立岡山市宮高等学校を卒業。小学三年生児から皇室。 小学5年生時に、ソロ版。同年に、陸上競技クラブに入部。また、岡山市ジュニア陸上クラブ、ックに入会。数多くの陸上競技の短距離選手として、試合に出場。中学2年生時に、ハリウッドで俳優になることを決心。同学年時に、オーストラリアクイーンズランド州のロッチュデール。高等学校へ1ヶ月短期留学。英語が、 全く上達しない中、高校時代には、ハリウッド俳優になるため機械体操を始め、キャプテンとして、県大会に出場。また、高校1年生時から、岡山市で日本から手道を始める。2年後、黒帯初段習得。岡山県立岡山市宮高等学校卒業後、2000年6月11日に、日本での俳優経験が全くないままハリウッドでの、 成功を夢見て、大学進学を進める両親の反対を押し切り、全く何もつてがなく、英語を話せないままロサンゼルスへ、単身渡米。同年に、カリフォルニア大学リバーサイド校の、集中英語プログラム終了。2001年、ロサンゼルスシティカレッジ入学。ロサンゼルスに住み始めた、最初の1ヶ月間は、住むところがなく、モーテル暮らし。 ロサンゼルスシティカレッジで舞台演技を1年半学ぶ。在学中に様々な学生映画やエキストラに出演する。初めての CM オーディションでアップルのナショナル CM に抜擢。2回目のオーディションでディズニーランドのナショナル CM に受かり、初めてのディズニーランドが仕事での来園となる。その次のオーディションでは J.C. ペニーのナショナル CM に立て続き受かる。 2000年末にロサンゼルスで中国武術北少林は県館に入会し少林県を始める。6ヶ月後に全米優勝。2001年に発売された浜崎あゆみのシングルリリーストのミュージックビデオに唯一日本人カラマンとして出演しパラマウント映画スタジオでの撮影の合間に現場で本人と交流。2002年に各国の映画祭で出展。 受賞された短編コメディ映画で順主演黒忍者役に抜擢。セリフはないがコメディーな忍者を演じた。留学在学中にネットで募集していたトム・クルーズ主演映画ラスト侍のオーディションをロサンゼルスで受ける。ヤブサメと弓道の達人である順主役の若侍、信忠役、渡辺健の息子役の座を約100万人の中から得る。それまでハリウッドでは プロの俳優としての経歴がないにもかかわらず最初のオーディションでは演技力を認められ抜擢される。その後、映画プロデューサーたちは中国武術で全米優勝していたことも知らされる。撮影期間中、ヤブサメと弓道の特訓を日本、アメリカ、ニュージーランドで行う。これが2003年12月に世界配給され、ハリウッド映画デビュー作となった。日本で、 全く俳優の経験がなくハリウッドのメジャー映画でデビューした唯一の日本人と言われている。大学は休学することとなった。その後2004年にバンクーバーで全編撮影され世界放送されたハリウッドのアクションテレビドラマのゲスト主演のシンジマキと役として抜擢される。日本から派遣されたスパイ捜査官の役を演じた。このドラマのレギューラー出演することになっていたが、 リアリティ番組の視聴率が上がりドラマがキャンセルされた。プロデューサーとして活動を開始するため、進化プロダクションズ株式会社設立する。アメリカトーク番組ニアライトショーを企画、制作。2006年、全世界で大ヒットしたディズニーチャンネルオリジナルムービーの実写版アクション映画、カンフープリンセスウェンディーウーで主演の新役に抜擢される。 これが、米ディズニーチャンネル作品では、日本人初主演となる。ブレンダ・ソングと共演。アメリカで高視聴率を獲得し、イギリス、ヨーロッパ、日本、アジアの当局では、歴代最高視聴率を獲得しブレイクする。また、これが、初めての米ディズニーチャンネルが制作、配給するアクション映画となった。セリフはすべて英語で、北京語も少し使用されている。 撮影はニュージーランド・オークランドで行われている。同年にアメリカで劇場公開されたジョン・ウォーカー・パールマン監督のドラマ劇場映画に順主役、吉と役に抜擢にされ、贈与されたが、ヒル・ハーパー、ビリー・ディ・ウィリアムズらと共演する。アラバマ州ハンツビルで撮影とワールドプレミアが行われている。同年に国内では全国放送された。 TBS 系列、ワイン大国を夢見た男たち侍たちのワインロード全16回の案内人役として出演する。1年間かけて日本、フランス、エジプトで撮影された。2007年に天草史郎の父親の話を題材にしたクレック島原監督のアクションドラマ映画、希望の大地で主演の天草史郎父親の増田ダ兵衛役に抜擢される。 プロデューサーも初兼任する。撮影はすべて、ロサンゼルス近辺で行われる。アメリカでは、限定劇場公開されている。ディズニーチャンネルで活躍中のスターたちによる、夢の共演と呼ばれる米ドラマシリーズ、2006ディズニーチャンネルゲームズで、マイリー・サイラス、ザック・エフロン、ディランコール・スプラウス、アシュレーティス・デールラとレギューラーに抜擢される。 2007ディズニーチャンネルゲームズと2008ディズニーチャンネルゲームズは世界各国のディズニーチャンネルスターたちがフロリダ州オーランドのウォルトディズニーワールドに集結し初回の共演者に続きジョナスブラザーズ、セレーナ・ゴメスらと共演しているドラマシリーズのプロモーションのため日本国内に設置されたディズニーチャンネルジャパンのテレビ番組ディズニーパラダイスディズニーの専用雑誌や 番組コマーシャルにも数多く出演している。エンターテインメント分野の事業拡大を目指すため進化者は進化エンターテインメント LLC を設立する。ハリウッド映画ダーティダンシングなどを作曲した作曲家エリック・リング氏と進化者は音楽合弁会社ミーター ON ミュージックを設立する。シングルムービンオン、ムービンオンをデジタルダウンロードリリースする。 2010年10月に皇太子殿下がご臨席された文化庁岡山県主催第25回国民文化祭岡山2010別名アッハレ岡山国文祭2010のオープニングフェスティバル舞台愛の雫主演青年牧ー役に抜擢される NHK で全国放送2010年に DC コミックスのワンダーウーマン フリーダムファイターズなどで知られるハリウッドで有名なコミックイラストレーターのトラベスモアー氏と進化者はアメリカンコミックス制作会社ライゼンコミックスを設立する。2011年ライゼンコミックス社はアメコミドリームホッパーズを企画制作し全米に出版配給する。2012年に米国のクローディア・ハリウェルエンターテインメント社と 新華社はインターネット放送局を共同設立する。同局が企画制作した特別番組はロサンゼルスのローカルテレビで放送され、ねでネット世界配信された。2013年、新華テレビジョン制作アクションウェブドラマの主演、ジョン・渡辺役に抜擢される。2014年に沖縄を舞台にした全編沖縄ロケの日米。 合作アクションテレビドラマ、妖怪キングの主演、一平役に抜擢される。生まれ変わりの宮本武蔵が2188年を舞台に登場する、プレイステーション用ロールプレイングゲーム、リボーンで、日本語版の主役、宮本武蔵役の恋に抜擢。プロデューサーとアクション監督も兼任。アメコミを題材にしたアプリゲームの総合プロデュース。2004年に、 当時の芸能マネージャーに勧められ、放課後プログラムを提供する、米国非営利公益法人、ボーイズガールズ・クラブ・オブ・アメリカ、ブグカのカリフォルニア州、バーンクコーで、空手指導。これが、最初のボランティア活動。2005年1月に、CBS とワーナー・ブラザース主催の武道祭、ワールド・マーシャル・アーツ・マスターズ・エクスポで、抜刀術の演武を披露。このことがきっかけで、 同年4月にテキサス州ヒューストンに招待され武道を通じて子供たちを支援するため第41代アメリカ大統領ジョージ・ H.W. ブッシュが創設から支援しハリウッド俳優チャック・ノリスが創設した非営利公益法人キックスタート・キッズ財団のチャリティに参加この時に初めてジョージ・ H.W. ブッシュと発面談 その後、東団体のチャリティー活動に参加するため、毎年4月に、ヒューストンを再び訪れ、ブッシュ家や、道州の不合家たちと、親善テニスマッチや、ファンドレイジングに参加。これらが、きっかけとなり、本格的に、ボランティア活動を開始。2011年に、東日本大震災の復興支援のため、米国非営利公益法人米国小山田、国際機構を通じて、 アメリカ人から1000万円以上の義援金を集め、被災圏へ義援金を提供。また義援金に加えて、アメリカ人たちが書いた手紙や、水、衣類などの支援物資を20フィートコンテナに積み、ロングビーチ港から、宮城県石巻市へ輸送し、被災者の支援。同年、この東日本大震災支援をきっかけに、日本橋に非営利団体、日本小山田国際機構を設立。 2012年3月に東日本大震災復興支援のため、福岡県内に所在する大手企業など500名が参加したルトン福岡、シーホーク、福岡米国領事館主催ファンドレージング、ハリウッドナイトで180万円を超える寄付金を集め、震災復興支援のため、公益財団法人米に近うんしるえ、全額寄付。その後も、引き続き訪米する被災地の中、 高校生たちとアメリカで人的交流し、被災者支援。2015年5月に、首都カトマンズ近辺で起きたネパール地震の復興支援のために、ネパールに、仏教団体を持つ全米の仏教関係者らを中心としたファンドレイジングの協力支援。現地の被災者に、全額寄付。2008年3月10日に、ニアライトと夢や目的を持つ青年たちの支援を呼び、 教育、文化交流支援を行うため、非営利公益法人、米国小山田国際機構をロサンゼルスに設立。同年4月に、主に日本に興味を持つ2万人のアメリカ人が参加する、非営利公益法人ヒューストンに米協会主催、ヒューストンジャパンフェストに招待され、ヒューストンのハーマン公園にて、英語公演やサイン会を実施。2009年4月に、 1> 第1回、日本映画祭ロサンゼルスのオープニングセレモニーに参加し、日本映画の海外支援。2010年4月にワシントン DC で開催される全米最大の第98回全米桜祭りパレードに参加。また、全米桜祭りの一環として、ワシントン日米協会主催の全米最大の日本文化祭桜祭りで東一郎中米日本大使夫妻。 ラスト、マクファーソン・デミング元米国務省日本部長、ワシントン日米協会理事長のジョン・マーロット元、米国特命全権大使らと舞台挨拶。同年7月に、レドオンドビーチ市で開催された全世界の武道の達人たちが集結し演武を行う米国小山田国際機構主催、第1回全米武道祭に主催者として参加。武術を通じて、 国際文化交流支援。参加国5カ国、観客1500名が参加し満席。2011年10月に、米国小山田国際機構主催、独立行政法人、国際交流基金共催、京都市公園で第2回全米武道祭2011をレドンドビーチ市で開催。京都の伝統工芸品や日本文化の道を国際交流の場でアピールし、 空手道や、イ合イ術の演舞を披露し国際交流支援。2013年に、ディズニーチャンネルで共演した、ハリウッドスターのディランコール・スプラウスを米国小山田国際機構に紹介し、理事会の承認の元国際大使として任命される。同年8月に、外務省講演、米国小山田国際機構、寄付ジャパン主催イベント、 日米ディスカバリーツアー2013のタメディランコールスプラウス国際大使を日本に招待。共に10日間で10都道府県を回り、高校生、大学生を対象に国際交流事業を通じて日米友好を深める支援。3000人の日本の青年たちが参加し、日本の魅力をソーシャルネットワークを通じて200万人ものファンに世界配信。 総理官邸に招待され加藤、勝信官房副長官と対談。2014年5月に、ブルース・ミラー中日オーストラリア大使岡山へ、ご招待し、岡山大学国際センター、岡山小山田国際協会主催講演会、現在の日号関係と展望を、岡山大学仕方のキャンパス内、10個福岳ホールにて開催し、日号交流に貢献。 学内外から200人以上の参加者。同年8月に、ディランコールスプラウス国際大使を再度日本へ招待し、日米ディスカバリーツアー2014を開催。20日間で11都道府県を共に回り地元の若者たちとトークショーや、アメリカナイトなどの国際交流事業を通じて交流し、日本の魅力を400万人以上のファンに世界配信。 総理官邸に招待され加藤、勝信官房副長官と対談。2015年1月に日本とコロンビアの友好関係促進のため、コロンビア共和国の首都ボモタで、コロンビア共和国小山田国際機構、通称、寄付コロンビアを首都ボモタに設立。同年5月に日本の首相として9年ぶりの公式訪問で、安倍総理が訪米した際、 ロサンゼルスのミレニアムビルトモアホテルにて、日本総領事館と特別大使を務める、南カリフォルニア日米協会主催の合中職会で、安倍晋三総理大臣と初対談。加藤勝信官房副長官、キャロラインケネディ中日アメリカ合衆国大使、佐々江健一郎中米日本大使らとも面談。同年7月に、中日コロンビア共和国大使館、 日本小山田国際機構主催の招待制国際交流イベントコロンビアンナイトを同館大使公邸で開催特別スピーカーとしてコロンビアのプレゼン内閣官房副長官の加藤勝信衆議院議員や民主党最高顧問の枝田沙月参議院議員をはじめ両国の政界や経済界の VIP ゲストが出席し国際交流年月に 地方で、日時関係を進化するため、在大,大阪イタリア総領事館、寄付中四国主催、イタリアンナイトに、主催者の一人として出席。中日イタリア大使館、イタリア政府観光局講演。日本の映画界と呼ばれる、瀬戸内沿岸の岡山県内のホテルで開催。同年6月に、中日コロンビア共和国大使館、寄付、ジャパン主催の日本。 コロンビア友好交流会第2回コロンビアンライトが同館大使公庭で開催され主催者の一人として出席2006年4月にキックスタートキッズ財団の一環としてヒューストン近辺の中学校で日本や武道について講演またヒューストンドータリークラブで講演2009年8月にカリフォルニア州立大学モントレー米校 テレドラマチックアートテクノロジー学科の学生を対象に英語講演。またモントレー訪問中に近辺の武道学校を訪問し、武道家を対象に講演。2010年3月に米国非営利公益法人ワシントン日米協会主催全米ジャパンボールにて日本語の特別審査員として参加。全米各地で日本語を学んでいる。 高校生が日本語能力のみならず、日本の文化、習慣、歴史、地理、時事、日米関係など、幅広い分野について競い合う大会。2012年3月に、1000人以上の高校生、大学生を対象に、中日アメリカ合衆国大使館、総領事館主催講演会、アメリカンドリームを追いかけて、を、東京のアメリカンセンタージャパン、大阪ヒルトンホテル、 西南学院大学、沖縄の私立図書館、吉本劇場と沖縄国際映画祭などで講演。2012年4月に、関西大学にて、第1回関西大学国際部主催講演会、国際教育セミナー、アメリカンドリームを追いかけてで、在学生、約200名を対象に講演。2014年3月に、近畿大学にて、近畿大学、在神戸 大阪アメリカ総領事館主催の講演会で在学生約300名を対象に約1時間英語講演。2014年11月にグランドプリンスホテル新高菜は起点にて国際文化協会主催ミスインターナショナル世界大会で特別審査員として参加。小池由里子衆議院議員、腰の順子らも審査員として参加。同年12月に 立命館大学にて開催された立命館大学主催講演会ハリウッド俳優と企業への道で在学生約200名を対象に約1時間英語講演同月に京都外国語大学にて関西を中心とした西日本の主要15大学を代表する学生が出場する第3回 AOK、OK、スピーチコンテスト 英語スピーチコンテストの英語審査員として参加。中日米国大使館の領事担当講師兼総領事と中大阪、神戸米国総領事館が審査員として共に参加。2015年6月に岡山大学にて岡山大学主催講演会、英館場ョンウィズ新小山田で在学生や教授たち約200名を対象に約1時間英語講演。 同月に近畿大学にて近畿大学の英語公開オーディション近代ゴッドタレントの英語の特別審査員。米国で有名なテレビ番組アメリカズゴッドタレントやイギリスのブリンズゴッドタレントなどをはじめ数多くの国で放送されている大学バージョン。2010年2月に岡山県観光の魅力を海外で伝えるため石井正宏岡山県知事より 岡山国際観光親善大使に任命。2012年5月に日米関係の友好促進のため、1909年に設立された米国非営利公益法人南カリフォルニア日米協会の特別大使に任命。2012年10月に京都観光の魅力を向上させ発信するため、門川対策京都市長より京都国際観光大使に任命。 2017年4月に三ノ瀬市で開催された三ノ瀬市岡山市姉妹都市60周年記念事業に招待され出席。地元岡山の岡山市長、市議会議長、市議会議員、商工会議所、高校生ら約150名の施設団が三ノ瀬市を訪問。当事業の一環である文化交流イベントにて司会を務め、姉妹都市交流を支援。 この事業参加がきっかけで、同年7月に、米国バージニアビーチで開催された第61回、全米国際姉妹都市協会総会に、同協会会長から招待。全米国際姉妹都市協会は、1956年に、アメリカ大統領ドワイト・ディ・アイゼンハワーが創設。全米及び、他国の自治体が加盟。145カ国にて2000件以上の姉妹提携を、 結ぶ500件以上の全米及び他国自体の姉妹都市協定を奨励、援助し、世界規模の姉妹交流を促進。創設後、歴代米国大統領が名誉会長。新理事の選出方法は、総会にて各加盟自治体が全米投票し、全米理事候補の中から正式に理事を選出。同年総会にて、創設後日本人として、 初めて理事に選任され唯一の日本人理事。後に、東京会の理事兼ヤング、プロフェッショナル兼次世代省委員会会長及び東、アジア兼日本代表に選定。2018年に理事として全米各地で開催される四半期ごとの定期理事会に参加。また、サンフランシスコやサンノゼなどの姉妹都市代表団に同行し来日。 日本から手道三段、手近道二段、韓国宮中武術初段、北波小林圏全米優勝。2000年と米後9月に中国武術を習うためロサンゼルスの北波小林圏は圏館、ハーモニアスフィストチャイニーズアスレチックアソシエーションに入門し、北波小林圏を教わる。留学生としてロサンゼルスシティカレッジに通いながら、週6日、日に、 約5時間の稽古。様々な武器術や外野剣、制定剣の長剣、灯籠剣及び内科剣、対極剣、八見手のひら、形意見などを教わる。2003年に、ハリウッド映画、ラストサムライ撮影のため9ヶ月間、日本、アメリカ、ニュージーランドで、弓道、乗馬、ヤブサメの専属指導を毎日受ける。2003年に、 全米で最も有名な武道雑誌、ブラックベルト、ブラックベルトマナージジーンの表紙に紹介。2005年に、ワーナーブラザース CBS 放送主催の世界武道、マスターズイベント、2005年、ワールドマーシャルアーツマスターズエクスポ、ワールドマーシャルアーツマスターズエクスポが、カリフォルニア州、スタジオシティ市のスポーツマンズロッチで開催。全米で選ばれた武道の達人たちが招待され、 武道やハリウッド業界の関係者、約500名の前でイモーと抜刀術を演舞。また、ニューライジングアクションスターとして受賞。2009年に、イタリアネットゥーノ市のイタリア武道祭、マーシャルアーツツアー主催者から招待され、3000人を超えるイタリア人観客前でイモーを演舞。イタリア全土に、全国放送。ネットゥーノ市長から感謝状を表彰。 2010年にアカデミー賞などで有名なハリウッドハイランドセンターで在ロサンゼルス日本総領事館公演の第2回目日本映画祭ロサンゼルスオープニングセレモニーに招待され居合術の試し切りを演舞2010年7月にカリフォルニア州レドオンドビーチ市で開催された米国小山田国際気候主催の武道の祭典第1回全米武道祭のため 世界の達人武道家たちを集結。観客数は満席の1500名。2011年10月にカリフォルニア州レドオンドビーチ市で開催された米国小山田国際機構主催、独立行政法人国際交流基金共催、京都市公園の武道の祭典、第2回全米武道祭で空手道の方と居合術の試し切りを演武。ネット配信され、 イベント開始2時間で40万人の世界の視聴者からのアクセス。2014年12月に唯一全世界7カ国語で出版されている国際武道雑誌、武道インターナショナル、武道インターナショナルで16ページに渡りインタビューが紹介。2006年に中国河南省スセに伝わるスセ少林寺の武術を習うため、ロサンゼルスの少林寺武術学院。 シャリンテンプルマーシャルアーツアカデミーに入門。スセ少林寺34代目で師少林寺武蔵の師案、不意から少林圏の指導。中国の河南省定州市東方にある中岳スセの中の小室山の北緑にある寺院の武蔵指導者たちと少林圏を通じて友好交流。2010年にカリフォルニア州ポモナ市で開催された全米最大のアジア系イベント 第28回アジアン・アメリカン・エクスポで訪米していたスセ・ショ寺リンジ武装たちとショーリンの演武2016年4月に空手の認知度向上を図るため公益財団法人全日本空手道連盟の笹川隆会長から空手アンバサダーに任命される同年8月3日に初めて空手道が東京オリンピック2020年に追加種目として 正式決定。同年10月に帝国ホテルで開催された全日本から手道連盟主催、東京オリンピック2020年正式種目決定を祝会に来賓として出席。官官房長官、高市総務大臣、丸川東京オリンピック競技大会、東京パラリンピック競技大会担当大臣、武田日本オリンピック委員会会長など、同じく来賓として出席。その他、 中日大使や同連盟関係者ら1000名以上参加。同年12月に天皇陛下が五輪席の元日本武道館で開催された全日本から手道連盟主催、天皇杯、皇后杯第44回、全日本から手道選手権大会に来賓として参加。アメリカ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。